全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。皆さん暑い夏キャンプに行ってますでしょうか。夏のキャンプで必要になってくるのがクーラーボックスですね。これは冷たいものを飲んだり食べたりしたいというのも一つですし、夏の暑さで食材が傷みやすいというのもあって、そもそも傷みにくいものを食べるとか保温機能のついた水筒を持っていくという方法もあるんですけど、できればクーラーボックスがあると便利です。ただですね、クーラーボックス買ったはいいけど、あまり冷たくならなかったとか、ぬるくなってしまった、食材が腐ってしまったっていう方も多いです。今回はそんな悩みを払拭するためにですね、クーラーボックスの持ってるパワーを引き出す正しい使い方をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まずですね、クーラーボックスを選ぶところから勝負が始まってるわけです。クーラーボックスの機能が低ければ、これはもうどうしようもないんです。そんなめちゃくちゃ高いクーラーボックスを買う必要はないんですけど、ある程度のものは買った方がいいです。詳しいクーラーボックスの選び方はこちらの動画で紹介してますので、概要欄に載せておきますので、もしよろしければ後でまた見てください。そしてクーラーボックス使うとき、絶対保冷剤を使ってください。保冷剤はロースとか DOD とかキャプテンスタックとかアウトドアブランドからも出てますけど、特にアウトドアブランドのものじゃないといけないというわけではないです。別に安いものとかでも十分いいです。なんならペットボトルに水を入れて凍らしたものでもいいです。とにかくクーラーボックスと保冷剤はセットだと思ってください。もちろんクーラーボックスだけでもないよりはいいんですけど、クーラーボックスだけだと単体だとあくまで温度を上げにくくする機能しかないんですよ。で、保冷剤を入れることによって冷やす効果、もしくは温度を上げるのを遅らせる効果、これができます。で、保冷剤はできれば、こう、6面全部にした方がいいんですけど、それだと食材入れるスペースが減ったりとかするので、それができなければ上と下だけでも入れて、食材を挟むというようにしましょう。そして3つ目、隙間をなくしましょう。結局、隙間の空気が温度を上げてしまう原因になってしまうので、食材は隙間なく詰めた方がいいです。で、隙間には保冷剤とか、ドリンク作るような、袋に入った氷とか、あとはスーパーによっては食材を冷やすように粒氷を袋に入れて持っていけるようなところもあるので、これがある場合はラッキーですね。粒氷は、本当に隙間を埋めるのにすごく適してます。そして4つ目、きちんとクーラーボックスを閉めるということですね。当たり前なんですけど、カードクーラーだったら食材詰め込みすぎて蓋が閉まらないとやっぱり冷えないですし、ソフトクーラーだといちいちねジッパーを閉めないと、きちんと閉めておかないと冷えないです。そしてそもそも開け閉めを頻繁にしない。これを気をつけるだけでも全然違います。5つ目、入れる食材はできれば直前まで冷蔵庫で冷やしたものを入れる方がいいです。やっぱりぬるくなった後に入れるのと冷たいものを入れるのではやっぱり持ちが違ってきます。6つ目、クーラーボックスを頻繁に置かないことですね。日陰に置いて、できれば台の上に置いて地面から離すといいです。で、地面自体が熱いので地面から離してあげることによってクーラーボックスが熱くなりにくくなります。あとはクーラーボックスごと顔で冷やすという方法もあります。7つ目、これ意外なんですけど、水を抜かないことですね。氷が溶けてできた水に関しては、それ自体も冷たいので抜かない方がいいです。ただ、その水で食材が濡れてしまうようであれば、それは傷む原因になるので、食材は水に濡れないように注意しましょう。で、8つ目、塩を使う。これですね。ドリンクを冷やすために、クーラーボックスを使うためにおすすめです。氷を敷き詰めて、その中にドリンクを入れる方。氷に塩を振りかけると温度が下がります。これは氷が水になる時というのは、周りから熱を奪うので、中に入っているドリンクが冷えるんですけど、塩を入れることによって、急速に氷が溶けるので、よりドリンクから温度を奪ってドリンクが冷えます。しかも、氷が溶けてくると今度は水になるので、塩もその水に溶け出します。で、塩がまた周りから熱を奪うので、さらに下がっていきます。この現象を凝固点効果と言います。9つ目、食材を入れる前に、クーラーボックス自体をあらかじめ冷やしておきましょう。あらかじめ冷たいところで保管しておいて、さらに保冷剤でクーラーボックスを冷たくしておいて、例えば途中でスーパーに寄ってスーパーで食材や飲み物を買って入れる頃にはクーラーボックスが冷たくなっている。これが一番いいですね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、クーラーボックスあるとすごく便利なので、皆さんもクーラーボックスをよりね、クーラーボックスのパワーを引き出して最高の夏のキャンプを楽しみましょう。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。